はい、ぐついです。こんにちは。今日はですね、さっきちょっと買い物してきたんですけど、こんなすごいのを見つけてですね、近所のホームセンターのマルニっていうところがあるんですけど、ガーデニングの、まあ、専門店みたいな感じになってるんですよ、最近。この私の近所の、マルニですね、ホームセンター。で、そこになぜか、コーヒー、コーナー、まあ、コーヒー器具とかコーヒーミルとかが結構充実してるっていう話を前から妻から聞いてたんですけど、いや、すごかったですね。思わずこう、コーヒーコーナーで打ち震えるぐらいに、まあ、マスクしてましたけど、マスクの下でこう、ニヤニヤしながらずっと打ち震えてました。で、別にコーヒー器具はいっぱいあるのに、これを買ってしまいました。フィルブルーゴー まあ要するにこのスティックがあってですね、スティックに、まあ、メッシュフィルターみたいなナイロンなのかな、あって、そこに、まあ、引いた豆を入れて、こう、マグカップの中にこう、こんな感じで入れて振ると、4分ぐらい置いておくのかな、まあ多分原理はフレンチプレスと一緒ですね。4分ぐらい置くと、まあ、カップの中にできてて、かつ、フレンチプレスってコーヒー殻を、捨てるの結構めんどくさいんですけど、いや、それがなくていい。まあ、これ、さっと引いて、一緒にもう、パカッてあげて捨てたら OK っていう。つい、いらぬものを買ってしまいました。いやー、ちょっとテンション上がりましたね。いや、本当は、またこんなもん買ったら、余計なものを買ってね、台所というか、キッチンのね、収納棚がいっぱいになるって言ってんで、怒られるかなと思ったけど、いや、自分のここまで打ち震えたものを買わないでどうするんだと思って、そんなんで買い物ができるかって言って、そんなもんで消費者たるものが、消費者、何言ってんだろう。というわけで買いました。ブルーイッツスティック。バリスタ&コーっていうメーカーなのかな？1980円でしたね。もうペイペイでも使えたんで、それで買いましたね。デザイナー&メイドインイングランド。イギリス製ですね。いやー、ちょっと久々に衝動買いしてしまいましたね。私めったに物買わないんですけどね。買いました。はい。今車の中なんで、もうこれ何も入れることも何もできないですけど、はい。以上です。ホームセンター丸に、まあ、高知県では結構いくつかあるんですけど、二神っていう、グループなのかな？うん。っていうところで買いました。いや、本当コーヒー器具以外にもね、結構いろいろ充実してて、ちょっと、だいぶ、打ち震えてましたけど、電動工具とかも、まあ、しっかりあってですね、もともとホームセンターなんで、ガーデニングとか、まあ、アウトドアとかが、まあ、すごく力入れるところですね。はい、というわけで、今回は、ただこの、衝動買いしてしまった、この、この、フィルブルーゴーっていうものを買ったという、ことでした。はい。じゃあまた、ちょっと最近更新途絶えてますけど、また見てください。 Thank you for watching my channel. Have a good day and nice coffee. Bye.